愛情という価値の押し付けをしていないか。同じようにこういう主婦の方がいらっしゃいました。自分の子供は今高校1年生で不登校である。学校に行かず家にいて音楽を聴いたり好きな本を読んだりして過ごしている。自分は十数年も精神世界や心の勉強をしてきて、他の普通のお母さんとはちょっと違うと思うので、不登校の子供に対して学校に行けとは言わないけれども、この子が本当にやりたいことは何だろうかと考えていて、その子の本当に好きなことを探してあげて、それを教え導きたいと思う。この子の好きな道を探すためにはどうすればよいだろうか。このような質問をされました。そこには20人ほどの人がいたのですが、私の答えを聞いてみんながどっと笑いました。その私の答えはこういうものでした。好きなことを探してあげてその子に提示したいということですが、もしかしたらその子は今一番好きなことをやっているのではありませんか。周りの人が笑った理由は多分こういうものだったでしょう。結局子どもの好きなことを探してあげると言いながら、今好きなことをやっている子どもをその母親は認めていないのです。自分の価値観の中で自分の許せる範囲で子供がやれることならやってもよい。しかし自分の我慢できない、許すことのできない価値観の中で生きることは認めない。それはきっと子供も望んでいないことなのだ、というふうに論理を置き換えているわけです。今好きなことをやっているのがその子供の姿である、そういうふうに考えたとき、今やっていることを丸ごと認めることが愛しているということであるのに気がつきます。ここをこういうふうにしたら愛してあげるけれど、そうでなければ愛してあげないぞというのは、本当は愛していないのかもしれません。その子に本当に好きなことをやらせてあげたいのであれば、今好きなことをやっているのであるから、それを温かく見守ること、音楽を聴きたいのであれば聴かせてあげること、本を読みたいのであれば読ませてあげること、その本の中にはもしかしたらその子の一生を左右するような素晴らしい内容があるかもしれません。そうしたら本屋に行って、古本屋でも構わないのですが、たくさんの本を買ってきて子供のもとに置いておいてあげる。それこそがまさにその子の好きなことを支援してあげるということであるような気がします。